成人式がありまして、ほう、今年初めてなんですけれどもね、うん、うちの母校の方で、ほう、なんか成人式をこう卒業生をメインでね、成人式の式典みたいなことをするんで、うん、なんか喋りに来てくれってだいぶ前に僕の友達から電話があったんですよ。ほうほうほう。でどうやらなんかそういう役員をしてるらしくて、うん、でええー、よと言っててね、うん、でそこからしばらく何も連絡がなく、ね、その日にたまたま仕事も入りそうになり、どないなってんねんと思ってたんですけれども、うんうんうん、まあ1週間ぐらい前にあげてくれてるか言うから、まあ一応あげてんねんと何も言ってへんからなくなったから思ってたわとかいう話もしてたんですけれども、いやちゃんと来てもらわな困んで、うん、行く行く話をしてて、ほうほう、で当日どうしたらええねんと、うん、うーん、式典が10時半からやから、うん、まあ9時半ぐらいに来てくれたらええかなって言うんで、うん、よっしゃよっしゃと、で終わってからちょっと先生とも飲もう思てんねんって、うん、八幡で学校平方なんで、飲もう思てんねんけど、もうええよって、何時からやねんって6時って言うんですよ。で式典何時までやねんって、1時には終わるって言うんで、その間わし何すんねんって言って、いや一回帰ってええやん言うから、ほなもう一回帰るわって帰ってジャージで来いや言うから、いやジャージは式典の時もジャージやで、向こう行って着替えるとこぐらいはあるやろ、それはある言うんでね、まあとりあえずほんな一回車で行って、うん、で一旦家帰って、うん、で飲みに行く時だけ電車で行こうと、うん、まあ思いながらとりあえず学校へ向かって、もうめちゃくちゃ久しぶりですよ、もう十何年ぶりに母校へこう訪ねて行ったわけですよ、うん、で、まあ当然ジャージで到着し車から降り、ね、友達と会い、で学校自体がもうすごく変わってて、で今まで僕たちが正門やと思ってたところが、うん、裏門になってて、僕たちが裏門やったところが正門になってて、うん、で当然僕はその裏門が今まで正門だったわけですから、うん、そこへ車で行ったら入らせてくれなくていや今正門あっちに変わったんです話 でそこへぐるっと回っていうのを僕たちが思ってる裏門の方から入り、でもう学校入った時点で第二グラウンドっていうグラウンドがあったんですけれども、そこがもう丸々駐車場みたいになってて、でイメージが全然変わってるんでね、でどうやってねんこれと、ちょっと見てくるわって言ってこう学校探索をしに行こうとしてたんですよ、うん、でもクラブやってる人らも当然おって、うん、で一応僕の友達は PTA かなんかの役員やっとるんで、うん、あかんかんお前そんな格好で行くな目立ちすぎやって止められてちょっとぐらい見させてくれやと、まあ言いながらもまあ多少だけちょっと雰囲気見て、うん、で校舎自体ももう全然変わってるし、うん、面影全然ないやんけって言いながら教室あのその式典の方の会場へ一応行ってたんですね、うん、で一応僕だけねこう着替えるとこもあるやろって言ってたんで控え室というか一応部屋一つ用意してくれてるわけですよ、うん、でもうここで待っときいいなって言ってこう掘り込まれて、うん、で言うてももうちょっとね平方方面で混むときは混むんで、うん、祝日やから大丈夫かなとは思いながらも遅れたらあかんのでちょっと早出たんで、うん、もう9時半どころか9時ぐらいには着いてしもてて、うん、ですることもない中一人で部屋掘り込められて、わし一人かなのしゃねんけって言われて一人でここで待ってても退屈やんけと思いながらずっと待ってたんですよね、いつまで経ってもなぁ、誰も来えへんし、ほったらかされてるし、で、どうすんねんって電話したら、おぉ、ほんなちょっと着替えて食堂の方来てくれや、っていう話で。で、もう、電話もうた時にもそうなんですけれども、何をしたらええねん。言うたら、何でもええと。適当に喋ってくれ、っていう話やったんですね。で、それ以外何も聞いてなかったんですよ。で、僕の中では、もう、だ高校の時っていうのはね、中学の時は僕中学高校とその同じ慶光学園行ってたんで、今名前変わって上昇傾向になってるんですけれども、中学の時っていうのはもうずっと2クラスやったんで、うん、で、高校になると7クラス、3クラスぐらいあったんかな、うん、あったんで、そこそこの人が来て、で、それなりの、こう、式典があるんだろうと思ってたんですよ。うん、で、楽屋の、楽屋とか控室でずっと待ってて、うん、どうすんねん、着替えて食堂へ来てくれって言うからね、食堂へ行かしてもうたら、うん、どうやらその食堂のところで式典をすると。一応まあ、ちゃんとしたところ料理とかも出てて、うん、で、お酒はさすがにダメやからっていうことでジュースやったんですけれども、で、イメージとしてはもう何百人とおるんやろうなと思ってたんですけど、うん、なんか、よくよく聞くと中学、
から高校へ上がってきた人たちをメインにということらしく、で枚方市が、僕もその詳しくは分からないんですけれども、枚方市がどうもその地元の中学に集まってその成人式をするというのが多いらしく、で地元の中学に行ってない子らっていうのはなかなか成人式も参加ができないんで、ちょっとほんなら自分とこの私立ですけれども、中学でしようかっていうことやったらしいですね。だからもう言うたって枚方出身の中学からの子たちなんで、まあ規模的にはちっちゃかったんですよ。イメージの中で何百人と思ってたのが、もう何十人かのイメージやって、そうなんと、でどういう趣旨か何かもわからんまんまに言ってて、とりあえず何か喋ってくれっていうことなんで、まあまあ僕の学生時代の話とかね、まあいろいろして、まあ喜んでもうたんかどうかは知れないですけれども、最後にちょっとええことも言ってかなあかんなと思いながら、ちょっとだけええことも言うたりして、で、まあ無事に何とか終わったんですよ。で、今校長先生っていうのがもう僕は知らん全然校長先生やったんですけれどもね、教頭っていうのが僕らが在籍してた時からいてた先生が教頭になってるんですよ、で実際受け持ってもうたことはない先生なんですけれども、顔もよう知ってるし、でごっつい久しぶりやなと思いながら、でもう一旦帰る前際ぐらいにね、教頭先生とばったり会うて、先生ご無沙汰します言うたら、なんかまあもう僕も大人ですからしゃあないかもしれないんですけれども、すいませんご苦労様でしたとか、なんか向こうも丁寧に喋ってくれるわけですよ。なんかこう気色悪いというか、こう感じが悪いというか、まあでもしゃあないねんな、大人になったんやなと思いながらね、先生とも挨拶をして、でとりあえずその場は、まあ、みんな盛り上がっていただいたかどうかは別として、まあ、そういう場があるっていうのはね、僕らの時なかったんでね、ええことやなと思ったんです。で、僕が二十歳の時って何をしてたんだろうかと、まあ、考えると、僕が二十歳の時、成人式に僕も実は行ってないんですよ。で、本当はね、すごく成人式行きたくて、中学から私立に行ってたんで、地元の小学校の子、まあ仲良く遊んでた子もいてたので、で、成人式に行って久しぶりの子も顔見たいなっていうのはあったんです。あったんですけれども、その時にもう、朝日放送 ABC の新人コンクールっていうのが、その成人式の日にあるんで、で、僕もその二十歳を迎えた年に、たまたま残ってしまったんですよ。で、まあ、残ったらええことなんですけど、もうどっちかというと残ってしまったっていうのが正解の部分があって、で、当時6人組でやっててね、で、6人でやってる中で僕らその中でも下の方後輩やったんで、なかなかそのネタ的にも意見が通らず、どっちかって言ったら僕は成人式行きたいなと思いながらその ABC のコンクールに臨んだわけですよ。で、まあ、そういうふうにはみんなの前でも言わないですし、まあ、ABC の新人コンクール頑張ります、みたいな、こう感じでは出てるんですけれども、どっかそれが態度に現れてたみたいで、ね、うちの兄弟子のパンタロン西岡へとも亡くなった方なんですけれどもね、それが、ABC のコンクールを家でテレビで見てて、で、その日のうちに電話がかかってきたんですよ。お前すごいなと、何がですかっていう話をしてたら、あのコンクールであんだけ緊張せんとできんのはお前すごいなっていう話になって、もうしょうがないんでね、実はねと、こうこうこうでなかなかネタ的にも意見通らへんし、ほんまは成人式行きたいなと思いながら立ってたんですわ、なんじゃそら言われて、それが僕の二十歳の思い出なんですけれども、まあね、二十歳迎える方迎えた方というのはたくさんいっぱいいらっしゃると思いますけれども、もうこれからね、いろんなことあると思いますが、すべて頑張って乗り切っていただいて、頑張っていただけたらなと思います。